ライアン・エッグ・ゴールドはアメリカ合衆国の俳優である。1984年カリフォルニア州レイクウッドに生まれる。2002年に同州の高校を卒業後南カリフォルニア大学へ進学して演劇を学んだ。2006年にテレビシリーズのリレーテッドの配役として出演してデビュー。それ以降はテレビを中心にキャリアを重ねていった。2008年からは ビバリーヒルズ青春白書のリブート版でもある、新ビバリーヒルズ青春白書に、準レキュラーとして出演したあたりから、重要な役柄を演じるようになり、2013年から出演したジェームズ・スペーダー主演のクライムドラマ、ザ・ブラックリスト、ブラックリストで、主人公の影のある夫、トム・キーインを演じたことにより一躍スターダムに踊り出た。2018年には、NBC 制作の医療ドラマ、 ニュー、アムステルダム医師たちのカルテで主役に抜擢されている。また映画においては、スパイク・リーが監督と脚本を務め、実話をもとに制作された、ブラック・クランズマンへも出演しており、作中では、白人史上主義に傾倒する KKK のメンバーの一員を演じた。役者として活躍する一方で、自身で曲を書いたり、ギターなどの音楽活動も行っている。 2017年12月には、ザ・ブラックリスト、ブラックリストのプロモーションで、初来日も果たした。ありがとうございます。